エゾトウキ模写画の一部。イオマンテの場面、オムシャズ。和人の役人とアイヌの長との越見行事、オムシャを描いた図。日高アイヌのオムシャズ・平沢サさん。文政5年8月10日9月24日、明治8年8月2日は、江戸時代末期から明治にかけて、日本の絵師。本名は国太郎、または女作。平山さんは豪。アイヌの生活をモチーフに、 数々の作品を描き、アイヌ絵を代表する絵師とされている。欧州冷え抜き軍大葉様に生まれた。平沢家は裕福だったが、7歳の折に父を失って、以降は加山が傾いたらしく、高化年間に弟と共に函館に移住し、船絵馬を描いて、ここをしのいだ。当時の平さんは絵馬屋のインダクレと呼ばれたという。やがて函館を本拠とする商人。 福島屋子と杉浦加七と知り合い、後にその受け負い場所であった、朧泉場所、十勝場所でアイヌと共に暮らしつつ、彼らの風俗を描いたとされる。平さんのアイヌ風俗画は評判となり、幕末には多数の注文を受けた。特に、函館開港後は在留外国人から、絵ぞ土上げとして、平さんの絵を求めない者はいないほど需要があったという。 トーマス・ブラキストンは一枚百円という高額の画工料で制作を依頼し、明治元年にはロシア領事も依頼したが、平山の地筆が甚だしく雲上屋に現断して筆を取らせたという逸話が残る。こうした事情のため、平山晩年の修作の多くは海外で確認されている。明治九年函館で没した。アイヌ絵を描いた絵師は、浮世絵師を除いて人余りが知られているが、 その中でも平さんは作品数で群を抜いている。彼の瓦礫ははっきりせずほとんど独学とも推測されるが画風から文調系の諸派折衷的な表現が認められる。また、アイヌ風俗表現として先行する村上党の城が描いたエゾトウ機関を模写して間骨脱退した作品が残っている。平さんは独自のアイヌ人物描写を打ち立てる奇策を生み出した一方で、 奮本を用いた類型的な表現や同行異曲の作品も多い。これは、平さんが多数の図像パターンを駆使し、顧客の注文に応えた当時の典型的な超絵師だったことを物語っている。また、平さんの作品には、平さんの青と呼ばれる合成ウルトラマリンやエメラルドグリーンのように、1800年代にヨーロッパで人工的に合成された顔料が用いられ、 オムスク造形美術館にある、シュトーズ、ザンシュズ、ウィマムズは、西洋史に描かれるなど、西洋の画材を取り入れた痕跡が見られる。弟子に、木村智恵港など。また、開拓市函館市長御用係の沢田設計という、画工も平山の絵を残している。絵ゾ風俗12ヶ月屏風より7から12月の部分。酒漁やイオマンテの場面が描かれている。ありがとうございます。